感謝で無茶ぶりということで、第3回目の収録でございます。おはようございます、川原みのりです。さあ、本日も、感謝で無茶ぶりということで、貴重な、相模原店さんにやってきております。今日はこちらの店舗で、たくさん無茶ぶりされたいと思います。もうなんとなくね、もう無茶ぶりされ慣れてきたところはちょっと あるかなと思いますので、はい、今日も頑張っていこうと思っておりますが、前回までのですね、結果なんですが、トータルでだいたいプラス300枚ぐらいですかね。前回ちょっとマイナスこいてしまったので、あの1回目のね、せっかくのプラスを減らしてしまいました。でもまだプラス収支なので、はい、そこはがっちりと守っていきたいなと思います。ただ無茶ぶりがございますということで、早速サイコロの方を振っていきたいと思います。いいよ。こう広いなすごく広い、目いっぱい投げれる。え、こっちこっちいきますよ、せーの、えい。あ、私の汚い、あ、荷物が、お転がるな。1だ危なかった4が、はい、1ということは、今回は制限時間2時間での、実践です。制限時間2時間以内でプラスにしろということで、時間が来た段階で実践終了ですね、はい、となります。まあでもそんなに、まあ、短いけど2時間ってそんなに難しい感じではないかな。無茶ぶり、まあ、打つ機種ちょっと悩みますね、はい、まあ、2時間でプラスにできそうな台を探して打っていきましょう、はい、それでは早速実践の方行ってまいります。チョコレートがありますよ今日。ちょっとやめてください、やめてください、ちょっと汚いのマジゴミ入ってるんで大体あ、なんか水出てきた、あ、ゴミが出てきた、ゴミがちょっとほら、チョコレート、なんだろう、なん、どれにもらったんだっけな。まあ、大丈夫なやつ、大丈夫なやつ、多分おはようございます。どっちだ、あっちだな、あ、違うな、2.5 スロあっちだ、どこだ、あっちか、この真ん中ゾーンってことか、多分。なるほどなるほど、 OK です。うーん、広い、すごく広々。6号機がいいかな、やっぱりあんまり通し行ってしまうと時間的に取り戻せなくなるっていうのがあるので、2時間ですもんね、バラエティー。あ、でもだったらもう朝一だけ先コレっていうのありかな。頑張れば4000円で、はい、まあ、朝一先コレ2で朝一だけ見て、ちょっと攻め系の台ですけど機種的には、まあでも本当に朝だけ、それから6号機に移動しても遅くないと思います、うん、はい、それではまずは、戦国コレクション2から打っていきたいと思います。まあ最初に1ニッパー128コレまでの天国を見たいわけですけど、まあ、そこすかったらとりあえず今までのプラス分ぐらいは普通に吹き飛ぶんでそうならないように。ただリセットされてるのかな、ガックンしない、でもまあわかんないけど、これはすごい大好きな台なんで、まあ、朝一ね、あったら打ちたいなっていつも思っちゃうけど、リセットがかかってるとかかってないじゃ結構違うんで、まあ、あとはベルをなるべくいっぱい引きつつ節約しながら回さないと。待って、え、何分、
9時からはいそこはきっちり9時からなんですね。そう大迷ってる時間も入ってるんだ。私ものんびりや。でもダメだった場合に次の台をちょっと考えておかないとダメですもんね。朝モードです。これでダメだったら諦めよう。はい、どうでしょう。そんなに熱い感じがしない。全然。あ、でも一応光秀。私に盾つくとはいいですね。はい、上が一人倒れただけか。あもっと楽しませてくれると思ったのに。そうですよね。はい、あんまり投資かさんじゃうと取り戻すのも大変になっちゃうので先これはやめます。はい、またね。またね。はい、はい、朝一の、カウントチャンスでボーナスを、狙っちゃおうという、はい、すごい私も無茶なことしてるなと思います自分でいきますよっしゃ、もうこっからねプレイ引かなきゃいけない。とりあえず最初の方は大丈夫です。しかも一番朝一のリプレイなは結構セーフが長いのでいいよ。まだまだでも500ぐらいまで持ってってレア役引いちゃえばいいんですよ。よし、うまい、うまいぞ。違う、違う早かった。そう、ダメだな、これは。はい、多分入んないよね。隣に行きます。計算しました。はい、2台目よし。よし、早いダメだ、計算しました。いや、あと1台だけお願いします。3台目いきますよし、ふぅ、なかなか引けない。リプレイなしで。まだまだ。あといった。追加です。お。もう一発いくぜ。はいよ。あ、セーフ。なかなかベルで2倍が。出てってくれない。お、強烈役を引くともうボーナスが当たります。あ、終わっちゃった。しかもレア役も何も引けずに。いやー880か。結
結構きついな。もう一回もしかしたら入るかもとか。ダメっぽいですね。まあうまくいかなかったです。どうしようどうしようどうしよう。でもあと400ちょいか。いけなくはない。このままこの台行きますか。3台目一番分母も減らせたし進んだので、よし。まだだ。ちょっと捕獲。おー、あったあったってことか。来ました、スイカです。よしよし当てる。出る。全然引かないです。でも結構頑張ってます。当てたい。もう順押し。違う、ごめんなさい。もうこれででも周目はいったかな。あさ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 あ、あ、契約2倍でなんで、まあだいぶ分母も縮まりますね、これで。次もカウントチャンスついてくるし、とりあえず1周目です。抽選。まだ行きますよ。おお、黒で1点です。第1周先頭入り。バーシュ、スカイフィッシュ、こんな朝一から時間気にしてることないですよ、今まで。閉店間際みたいな。地球応援を頼む。剣道さん、やばいです。からの、ああ、1周目はない。負けちゃいました。はい。あ、もうで、2周目も抽選、一気にしちゃったみたいで、なかったみたいですね。もう3周目で。カウントチャンス入るんで、ここでまたぐっと縮められれば、なんなら直接当てちゃえば。いやー、まあでもゲーム数天井じゃなくって周期の天井に行けそうなので、まあそれまでに当たったらまた話は別ですけど、10周まで行ってほしいな。なんせコーラリアンモードに入れられないとね、意味がないので。まあ、そんなことはないけど、結構ボーナスでもね、頑張って増やそうと思えば増やせるんですけどね。さあ、カウントチャンス。あ、あ、あ、7周目。チャンス。赤まで行く。7周目熱いな。うん、赤まで行ったんで、これは期待しちゃっていいと思います。まずバトル自体が熱いです。もうここで当たるかな。いや、3回目が大事。えい、よっしゃ、決まった。まあ7周目っていうね、はい、微妙なところで当たってしまっておりますが、399ゲームです。
とりあえず今日の初ボーナス的なものをいただきました、1万4000円使ってます。結構頑張ります。これでレギュラーとかだったら本当に枚数的にはレギュラーはきついので、ビッグでお願いしたい。うわー、レギュラーボーナスだー、当てなきゃ押し順。キャラ的には一応偶数よりで出てきてます。まあ、サンプルはいっぱい必要ですけど、レアヤコも引けないし、きついなー。メダルな勝ち取れ。いや、まずはちょっと押し順を出さない。あ、いいよ、これでちょっとずつチャンスアップ。あー、まあ、ヒントがね、真ん中から行きたい。当たらない。あー、もう出ちゃう。お、当たった当たった。まあ、3つ当てなきゃですからね。あー、出るんだね。当たらん。あ、レアヤク嬉しい。これが強烈、あれ、あ、強烈役じゃん。え、チャンスだ。あ、違う、え、違う、違った。あ、ベル角だったってことか。え、ちょっと待って、あと1個当てないと当てないとうわ、あ、出る。どうしよう。うーん、挟んじゃおう、挟んじゃおう。あー、2個で、まあでも1個とかでも当たるときは当たるんですよ。とりあえず2個当てたんですけど、ねえ、強烈役でも引ければ。あー、ちょっとバトルの種類的にすぐに負けそうな、負けていきました。はい、またし1万5千円、1万5千円、1万5千円は何で取り返せますか。クレアの秘宝殿、眠りの塔と目覚めの石です。クレア2かな、うん、2、うん、3、いや、2、いや、うん、いきます。はいすいません。え、な、お、早速いいよ、いいよ、とても良い。いや、全然スイカでした、すいません。チャンス目じゃないんか。いや、ボーナスタイプってでも引けなきゃダメなんですよね。いや、まあ全部引けなきゃダメなんですけど、いいのあるよ。お、ちょっとちょい、ちょっといいよ。お、熱い。さあ、先ほどの、あ、間違えちゃった、まあいいか、チェリーで、当選しておりますね、おそらく。はい、はい、うん、あ、よかった、ビッグでした。はい、ビッグボーナスでーす、106ゲームです。投資が今全部で1万8000円投資。やべえやべえ、あと40分しかないこれで300枚でしょ。いや、まあちょっと連チャンさせて900枚あればいい。いいね、いいですね。ビッグ3連でいいんだな。よし、304枚、レンチャンさせます。ギラギラッシュがなんか一番
つも連チャンさせれそうな気がするんですよね。本当なんとなくだけど、とにかくチャンス目を引くんだ。それがめっちゃくんな。シャロン、ああいいね。そう、それそれ待ってたの。あれスイカか。おーおー2連、おまたスイカか。なんだ終了ですね。はい、あ結局302枚で変わらず。んー、まあでもまだまだ時間ある。あと2回、まあ2回で足りるか分かんないけど。あでも46枚貸しなので、そっか、きっちり900枚足りないわけじゃないんだ。お、チェリー、お熱い。チェリーで俺はお、チャスアップ。ヤオナでもリプですね。でもこれは当たってる、さすがに。でもまたリプレイ、チェリー、109ゲームです。いい感じ。これがビッグだったらな。あ負けだ、悔しい。まあしょうがないか。はい、レギュラーボーナスです。これで100枚ぐらいに戻ったかな。あ、300枚に戻った感じですかね。もう時間ないのでサクサクいきます。え、でも悪くない、挙動が悪くない。よかった、チャンス目よし、た高確率お願い。あーセーフ、リプレイ。あーないのかな。あおやおや、いや違うか。あ、やった。そうだよね、こっちが落ちてきて赤7弾いたんで。そうですね、よかった、ビッグボーナスです。お、いける、ギリいけるかもしれない。まだ30分間もないぐらいですけど。いや、ね、曲選んでる暇ないっていうのは分かってるんですけど、すいません、聞きたいのは聞きたい。で600枚、あとワンビッグだな本当に、はい、よし、レイちゃんワンビッグでいいので。いやー初音めっちゃ来るんだけどね。あチャンス目お願い。まあ、ちょっと演出を見ます。あ、お、これはもう一回来てる。あ、熱いな。うん、どでかい。どでかいぞい。まあ、これレベル取れますね。さあ、ラストゲームになっちゃいましたけど、ある。はい。バシッと止まりました。これはただビッグかレグか。あ、滑ってきた。うん、あビッグじゃないし赤頭か。いやーレギュラーでした。あとちょっと、ちょっと待って、はい、もうダッシュで消化します。はい、416枚。その前にレゴでもだから今716枚ぐらい多分あって、
もうあとちょっとですね。あ、もう当てよ、もうこれで当てよ、もう当てよ、もうこれで当てよ。いやー厳しいの、発展なのか、発展なのか。あー出るで、あーないよね、ないと思います。はい、いやでもすぐ当てれそうな気がするな、マジでプラスいける。あーこれで達成できなかったらめちゃめちゃ悔しいな。延長ってあるんですか？あ、お、頼むよ。もう水に飛び込んでばっかですよ。はい。RT とかで続いてたら延長ありなんですか？ないんですか？ない、ないんだ。RT って？まあ、捨てろってことか。なるほど。ちょっと待って。あ、もうじゃあ無理じゃない。どうしよう。ん？あ、はい。はい。え、なんか、わあ、すごい中途半端。はい。あ、本当ですか？え、6だったら60分、あと1時間、あ、やれるかもしれない。え、なんかそれを延長するのに代償とかないですよね？ない。あ、あ、怖いな。はい、なんか救済措置で出た目かける10分の延長が許されましたので、ここでまたサイコロを振ります。6がいいかな。ちょっと余裕があった方がいいですからね。よっ、あ、あんまなんか転がらない感じ。あ、お、あー、ちょっ、すごく無難な30分延長。まあでも今のクレアで頑張るんだったら30分でまあなくなるか増えるかっていう感じだと思うので、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいい時間だと思います。はい、30分もらいましたので無駄にしないようにいきましょう今から。はい、300はまっちゃうか。お、豪華。うん、チャンス目ですね。しゃ、おし、お、あるよ、ありますよ。いやー、レグっぽい。あれ、あ、チェリーだった、そういうこと。あ、いや、あるな、あるよな。いや、赤、あった、あ、レギュラーか。333ゲームです。レギュラーでした。はい、以上でございます。お、どうだ。あー、スイカ、まあ、スイカでね、当たればビッグ、ほぼほぼビッグ。まあレグが当たったらシゴロが確定しますけど、もう何でもいい、もう何でもいいから当たってほしい。お、パス目、お、超高確率。これは当たっててほしいんですけどね。お、あ、まで滑ってきてて、スイカでもないんで入ってます。赤、赤、あ、これは、
まあもう確定はしてますね。なんだろうな。あ、お。おめでとう。お。え？777ってビッグ確定か。確かそうですね。666とかがね、六角なんですよね。はい、まあ、でもとりあえずビッグ。よし。ちょっとだいぶ減っ。だいぶ減ったな、だいぶ減ってるけど、まあ、行きましょう。赤、赤、黄ですね。さっきの出目だと。はい。よし。これを続けるぞ。ちょっと待って、聞きたい曲がある、聞きたい曲がある。いやでも150ぐらい、150もあったか。で300出しても750、ちょっと微妙に足りない。3連させなきゃいけない、これ込みで。よっしゃ、はい。終了。いや、まだまだちょっとだけ時間があります。はい、結局あんまり、ま、変わんない、いやちょっと増えた、わかんない。はい、限界です、私にはこれが。すいませんでした。絶対足りてない。あ、うん、はいはい、402枚、回収でございます。実践終了です。お疲れ様でした。あっという間、時間気にしてるとマジであっという間。結局ですね、まあ、トータルで2時間半あったんですけど、センコレ2を打ち、エウレカ3を3台はに歩いて、クレアの秘宝伝でギリギリまで頑張ったんですが、投資総投資が1万8000円の回収が402枚なのでマイナス426枚です。惜しかった、でも惜しかったと思いますよ。だって本当に一時はマイナス100枚ぐらいまで行ってたので、迫ってたので、最初のセンコレいらなかったな、ね、なんで朝一、いや行きたくなっちゃうんですよね。だってあそこで4分の1取ったら結構美味しいんで、ちょっとあの 甘かったですね。結果は、マイナスなので、達成ならずですね。もうなんか焦って打ってるからメンタル面がちょっとやられました。でまあちょっとこれ自体はもう終わりですよね。はい、え、またなんかあるんですよね。ある、無茶振りされるということですよね。はいはい、ああなるほど、わかりました。はい、ちょっと一回気持ちをリセットします。ワンチャン行きます。 ATM もそうだ、あんまり持ってきてない。まずトータルのサマヤが今マイナスになっちゃったんで、1回目からのやつが、それをなんとか巻き返せる、巻き返せそうな無茶ぶりでお願いしますよね。はい